れが体内に入るとどういう状態になるの？なんか徐々にレベルがアップしてって。何のレベルが？興奮とか感度とか、うん、あ、感度も上がるの？そうですね、うん、これさ、でも、はい、媚薬ガーヤってほら前回の凱旋とか打ったら結構カッカくんじゃない？あ、やばそう。やばいな、ボタンでプシューンと消えたら、いや多分でも通報されると思う。やべえやつがプシャーだよ多分。やだよ、なんで媚薬飲んでスロット打たなきゃいけない。そんな中、みゆちゃんが何かに気づいたようで。これ見たことない。いや、捕まえていいよ。いや、いいです。いや、何か無理。ちょっとすごい。ちょっと。ほら。もういい話だって。話だっていい？はい、もう。もうそういうとこ。ああ、危ない。ね、本当にそういうとこ最低だと思う。何年もね、一緒にいるけど、一番今日最低だと思う。本当にそういうとこ最低だと思う。直してください。女の子に虫投げちゃダメ。そんな騒動もありつつも、矢部姉さん、本日の対戦台をお願いします。今日は、ウルトラバトル列伝を打ちます。はい。ウルトラバトル列伝。はい。まあスペックは約392分の1でマックスな、マックスタイプですね。はい、待って、大のスペックとか聞いたのすごい久しぶりなんですけど、別にそういうのしないんです。あと2、3個言おうと思ったんですけど、あ、もう大丈夫そう。うん、大の説明とかしないです。それだけ今まで出てたやつらがサボってっかって話なんですよ。いや、魚拓さんが言わなくていいって言った。そういうのいらねえって言った。そうですね。はい、おっしゃる通りです。パチンコ今日こそはということで、面白い。そうですね、当たればドンとやっぱ出るんで。あとドンと出たことない。ナルセが好きなのはギミック、これがあるもん。そうです、ウルトラレバーっていう上にレバーがあって、引きたいだろ。そうそう、こうだよ、こう。こんなんするの？あるんですよ。パチンコってすごいね。今すごいんですよ。やりたい。さあ、というわけで果たしてレバーを引くことができるのか。早速実践に行きますか。手洗ってからやってください。というわけで、今週の実践台はド派手なギミックが目を引くウルトラバトル列伝。一撃の破壊力が魅力のマックスタイプです。ルールはシンプルに出玉勝負。マックスタイプならラストの一発逆転も狙えるぞ。そして魚拓の大当たり中にはワイプの中で無夫婦女優水沢美優ちゃんがセクシーショットを拝ませてくれるぜ。今回も期待せよ。